こんにちは、松田学でございます。横浜駅前のこの辺りは昔私がもうしょっちゅうですね、街頭演説をやっていた懐かしい場所でございまして、当時はですね、石原慎太郎さんをトップとするですね、立ち上がる日本って政党、そして次世代の党もそうでした。もうとにかく一生懸命訴えてたんですけども、なかなか世の中が変わらなかった。石原慎太郎さんみたいな発信力のある人が、日本が真の独立をしなければいけない、自分たちで憲法を作んなきゃいけない、そう言ってもですね、世の中は全く動きませんでした。この全く世の中が動かなかった経験を踏まえて作ったのがこの参政党なんです。なぜならば、まず国民が知らなければいけない本当のことを。で、残念ながらこの日本の戦後はですね、 GHQ による洗脳とよく言われますがね、いまだにメディアがものすごい大きな、変更報道を繰り返している。海外の正しい情報も入らない。その中で日本の国が強くなろうとするたびにですね、それとは違う情報が流されて、そしてスキャンダルが起きて、そしてその流れが止まってしまう。あの安倍さんがですね、7年8ヶ月総理大臣やってた時に、自民党は唯一本来の自民党に戻っていました。日本の国を国益を大事にしようと言ってた自民党が当時ありました。しかし、この憲法改正をやろうとしたらですね、盛りかけ桜が起こってしまってですね、ついにそれも邪魔されてしまった。そして、まあね、一昨年ああいう悲劇が起こってしまった。そしたらその後の岸田さんは何やったか、 LGBT 法をね、強引に押し通して、日本が世界で稀なる LGBT 差別禁止法がある国になってしまった。で、日本が一番ね、こういう問題は文明の進んだ国として、ね、問題ないようにやってきた国なのに、まあ、とんでもない分断を引き起こすことをやってしまったりですね、そしてウクライナ支援のために国民が知らない間にとんでもない密約をしてしまったりですね、まあ、国を売るような報告政策ばっかりやるような国になってしまっている。今一番必要なのは、ね、もう一度この日本に軸足のあるね、ちゃんと軸足を置いた、そういう政治を取り戻すことであるということであります。皆さんぜひね、この参政党という政党、日本のためにね、本当の日本のためにどうしたらいいかということを考えている政党ができたということ、できているということ、現に全国130人以上の地方議員がそれぞれ、ね、国全体の共通するテーマについて外国人の、ね、問題も取り上げてますし、そして YouTube では言えない問題も取り上げてます。 YouTube で何で言えないでしょうか。これもね、国民の命と健康に関わる問題がね、正しい情報が発信できなくなっているというこのね、異常な事態についてもね、参政党の地方議員たちはそれぞれの議会で白い目で見られながらも問題提起をしてきました。そして議会も少しずつ動き出しているんですね。で、こういう活動をしながら日本を正しい方向に少しずつでもですね、方向づけていくというね、そういう活動を現に行っている政党であるということです。ただ口で言っているだけではないんです。口で言っても何も変わらない、だったら行動を起こそうじゃないか。そして党員たちがたくさんいて、その党員たちがこうやって毎日のように訴えをかけていく、そして地方議員が声を出していく、そして国政ではたった一人しか国会議員いないけれども、でもね、たくさんの質問収書出してるんです。ものすごい数の質問収書を出して答弁を引き出してる。この答弁も時には報道されたりする。そういうことをしながら徐々にですね、このね、何が真実か、日本は真実を知らされてないというね、そういう世論が少しずつ広がってるんですね。あともうね、もう一歩です。次の衆議院選挙でどこまで我々が国政に人材を送り込むことができるかどうか、それによってメディアも取り上げざるを得なくなる政党になるかどうかが今問われている、その大事な局面に今至っております。さて今日はですね、7月7日、明日が7月7日、今日は7月6日ですね。明日7月7日は何の日でしょうか。もちろん七夕であります。しかし東京都で大事な選挙が行われる日であります。その大事な選挙、50何人もね、立候補して誰が誰か全然分かんない、ね、何かこの政治をおもちゃにしている、政治をですね、おもちゃにして自分が有名になりたい、金儲けをしたいという手段にね、使われてしまってる。まあこれはね、要するに政治が悪いんですよ。国民から政治がバカにされるようになってしまったんですね。
どうせエンタメで使えばいいんだっていう勢力にね、あそこまでもてあそばされてる。そしてたくさんニョキ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 と300万の供託金払っても、自分のね YouTube のね視聴者が増えたら広告料でペイできるって、でそういう人たちまで出てきてしまってる。でこういう状態の下で、まっすぐに日本のことを考えてる人が誰かということを都民がどこまでちゃんと選択できるかどうか、重要なですね、明日は日本の政治を占う非常に貴重なねチャンスであります。もしね東京都民の方聞いてる方いらっしゃいましたら、ぜひね明日は真面目に投票していただきたいと思います。そして真面目に日本のことを考えたら、こんなに大変な状態の日本というのは戦後初めてなんです。しかしほとんどメディアを通して伝わっていません。いろんな意味で危機の状態にあります。もう先ほども東神奈川駅前で言いました。でまずね、日本は核ミサイルが向けられている国である。そして中国の大使が日本の民衆を火の中に連れ込むと脅迫をしている。大使が、一国の大使が日本国民全体を脅迫をしている。これは刑法犯です。犯罪です。犯罪ですが、日本政府は追放していません。あの大使は追放しなければいけない。アメリカだってね、アメリカだって議員行ってます。日本が議員が行ったら、国会議員が30人行ったら、台湾に行ったらけしからんと言ったんですね。でアメリカには言わないんです。日本だから言うんです。つまり日本はただいかんとしか言わないから、ただね、いかんとしてしか言わない。しかもですね、いかんというのもですね、勇気のいることだそうですよ。日本の外務省にとっては小さな国はそれも言えないそうですよ、ね、だけどフィリピンは中国が設置したブイをね強制撤去したんですよ。日本も EEZ 内にブイって設置されてるんですよ。何にもしてないんですよ、ね、ミサイルを EEZ 内に打ち込まれてもね、何にもしてないんですよ。何か言ったらごちゃごちゃしたら大変なことになる。フィリピンよりも日本の方が小さな国なんですか。少しはフィリピン見習ったらどうですかと言いたくなる。でそういう状態に日本はある。なぜそうなのかというと、中国が日本に核ミサイルをたくさん向けてる。そして北朝鮮が、ね、プーチンと会談をして、金正恩がですね、で なんで会談してるかって分かりますよ。私たちに重大な関心事があります。それは北朝鮮がますますミサイルの技術を向上させる。ロシアといえばですね、経済は弱いかもしれないけど軍事大国ですからね、すごい技術がありますから。そうしましたら私たちの脅威がさらに高まっている。数分間で東京を壊滅させられると中国が言ってる。そういう時に必要な都知事の資質は何か。危機に対してきちっとね指令ができるかどうか、関係者を指令して都民を守れるかどうかということであると、私も玉上さんの応援演説で訴えました。そして危機管理ということでは防災もそうです。先ほども東神奈川でも言いましたが、横浜もそうなんです。いつ何時首都直下型地震が起きてたくさんの人が餓死するかわからない、そういう状態においてどうやって都民を守るか市民を守るかということはプロがやんなきゃいけない。そういう時にですよ、緑色の服を着てですね、ステイホームと、まあこれ以上言うとまた YouTube のねあれ引っかかる、そういうことを言ってばらまきをして、東京都2兆円近く積んだ基金を使いまくって今回の選挙対策やってたんじゃないかという人をね、テレビによく出てくるからというだけで選ぶんじゃ、これは国民の都民の選択にならない。そして共産党が支持してるね人をね、ちょっと有名だからと投票する。いやそんな不真面目って失礼かもしれないけれども、だけど真面目に日本や都民のね命がかかってる選挙なんです、今回は。だから私もね、何度も応援演説に行きました。そしてこれは日本全体がそうなんですね。今日本全体が、私たちがすでに相当程度植民地のもとに置かれている、植民地化が進んでいる。これは経済の面での植民地もそうです。私も昔この横浜駅前で訴えました。もうね、日本は経済植民地になってはいけない。大蔵省に行ったら見えるんです、それが。もうめちゃくちゃ見えました。なんで郵政民営化したんですか。誘致は官報のお金が運用したいからでしょう。ウォール街がもうもろあんな全然ですね意味のないことをやって、そして国民が拍手喝采したんですね。そしてなんでね、ここまでね行政改革をやって民間活力の活用だっていうんだ。それは海外の利権が日本に入り込みたいからでしょう。これは全部見えるんです。
なんで競争入札じゃないといけないんですか、ね、それは海外の大手が日本で事業ができやすくなるためです。それまで日本には談合という、ね、素晴らしい仕組みがあった。今は談合が犯罪になってしまいましたよ。日本人がやることは犯罪になってしまった。これは日本文明が何千年もかけて作り出した知恵なんですね。全ての人を、ね、納得して全ての人が、ね、ちゃんと、ね、報われるような日本型の解決の仕組み、これが犯罪になってしまった。しかも外国の建設大手が日本に入り込むために安い価格を出せるところが全部取れるようにしたんですね。で結果として、ね、日本は今海外に依存しないと経済成長ができない国になってしまったんです。でこうやって日本の国を作り変えられた。なぜそうしたのか、もう意図は明白でした。ソ連がなくなったからです。ソ連が、ね、崩壊した1991年、1990年代はアメリカにとって日本をが怖い国になった。そういえば第二次世界大戦であれだけ勇敢に戦ったあの日本が再び経済面で世界を支配したら困る。だから日本を弱めようとした。そして日本は勤勉で真面目で一生懸命働く人たちが巨額の資産を作ってる。この資産を自分たちで運用できるようにしようと言っていろいろな仕掛けをしました。でそのことに政治家たちが気がついた政治家はわずかでありました。その気がついていた政治家の一人が平沼武夫先生、一緒に立ち上がる日本を決闘しました。石原慎太郎さん、そういう方々が決闘して戦いました。しかしメディアによって日本人がそういうことを言うのは右翼である極右であるというレッテルを貼られる中で、私たちは危険な存在であるかのように扱われました。結局票は伸びませんでした。そして今玉上さんが、私と玉上さんの共通項は石原慎太郎さんと一緒に戦ったという中であります。そしてその玉上さんは自分のことを冗談ですけどね、危険人物と言ってます。危険人物というレッテルを貼られるように、そういうようにメディアが作り上げた。もちろんに東京都民にとっては一番危険でない人物です。なぜならばこれだけ危機の時代に危機対応のプロだからです。そういうプロが都知事になったら、ね、東京都民は、ね、今よりもどっと安心できる。私は応援演説でこう申し上げました。将来東京都民はもし玉上さんが知事になったら、ね、玉上知事のおかげで命を救われたという人がたくさん出てくるだろうというふうに申し上げました。それぐらい大きな、ね、今、ね、私たちは大変な、ね、状況に直面しているということをですね、ぜひとも明日の、ね、投票結果で示してほしいなというふうに期待をしております。そして7月7日の次の7月8日は何の日か覚えてらっしゃるでしょうか。日本の元総理大臣が暗殺された日なんです。2年前でした。あれも驚きましたね。元総理大臣がああいう形で、しかしその真相は全然明らかになっていません。でこうやってね、その真相が明らかになってない、真相を究明している人はものすごい圧力がかかって弾圧されます。何か大きな力が働いて、そしてその後岸田さんがへっぴり腰外交を始めました。日本にはですね、昔この黒船っていうのが来ましたね。ペリー提督っていうのがいましたね。そして日本は開国を迫られました。今また新しい提督が日本に来ています。エマニュエルという提督がいます。その提督が官邸に指示を出し、そしてそれに従って全てのことが決められる政治が安倍さんの暗殺後に現れてしまったというふうに見るとですね、いろんなことがついつまが合うんですね。急にね、あれだけ問題を抱えた韓国と仲良くなってですね、 LGBT の方をねご利用しようして、そして43兆円の防衛費を決めたのはいいんですよ。でも43兆円の防衛費を決めたときに、今でも忘れません、あの岸田さんは何と言ったか。要するに戦闘機とミサイルを買うお金であると言ったんですね。戦闘機とミサイルはどこから買うんでしょうか。アメリカの軍事産業から買うんですね。つまり私たちの、しかも増税をしてやると言ってる、私たちの税金をアメリカの軍事産業を潤すために使えますということを宣言している。この構造に日本人はもっと怒らなければいけません。日本は防衛力強化しなければいけませんが、自主防衛をやらなきゃいけませんね。でアメリカの在庫、古くなった在庫をですね、買ってもですね、あれ彼らを儲けさせるだけで終わってしまう。
本当に日本を守るにはどうしたらいいかというところにこそ私たちの税金使わなきゃいけない。そしたら軍需産業を日本で発展させて、そして自分たちでね、自力で日本を守れる、そこのためにこそ43兆円使わなきゃいけないんじゃないですか。少なくともね、総理大臣はそうやってはっきり言ってほしい、そういう発想がないからああいう記者会見になってしまったんですね。しかも増税でやると、国民の血税を使ってですよ。そしてその国民の血税を使って今何をやろうとしてるか、ウクライナ戦争を長引かせることをやろうとしてるんですね。ウクライナ戦争ってあれすぐやめればいいんですよ。やめられます。トランプは24時間以内にやめると言ってますよ。まあ24時間でやめられるか分かりませんけどもね。でもあれはアメリカがやめれば終わりなんです。アメリカがロシアをと戦ってるんです。あれ要するに代理戦争なんです。ウクライナが戦ってるっていうよりはアメリカが戦ってるんです。じゃあ何のために戦ってるのか、アメリカの戦争利権ですね。戦争利権のためにこの間9兆4000億円の予算が成立しました。アメリカの連邦議会で共和党は大反対してたんです。こんなことのね、戦争に国民の税金使うんだったらメキシコとの国境の壁にね、税金を使うべきだ、正論を言ってました。ところが成立した。なぜ成立したんでしょうか。岸田さんが訪米した直後ですよ。融資でやる、貸し付けでやるんだ、だったらいいってトランプが OK したからです。じゃあなんでトランプが融資なら OK したんでしょうか。岸田さんが日本が最終的に保証するという密約したからだと、ではないですか。そしてその結果がこの間の G7 サミットで出てきたじゃないですか。基金を作ってロシアの凍結資産の利子を使って返済する、それを返済財源とする形で各国から基金に融資をしてウクライナに貸し付けか贈与か知らないけれども軍事支援をする。しかしロシアの凍結資産ってロシアのもんですよ。そこの利子収入ってロシアのもんですよ。西側諸国がそれを横取りするんですよ。法律を犯して国際法を無視して横取りするってことを西側がやってる。めちゃくちゃ自己矛盾やってるんですよ。なぜならば G7 の国々の一番大きな柱は何かというと法の支配、法律を守りなさいと言ってる自分たちが法律を犯してロシアの資産の運用収益を横取りしようとしてる。どうせですね、戦争は多分ロシアが勝つでしょう。日本には情報入ってません。アメリカも焦ってついにアメリカの武器を使ってロシア領内攻撃していいと言い始めました。これエスカレートしますね、これをやりますと。そしたら戦術核使うかもしれない。世界をもっともっと悪くして混乱させて戦乱に陥れているのがこのアメリカを支配している勢力なんだということを私たちは見抜いていかなければいけない。で、そのためのお金を私たちは税金で負担させられるということ、これが実は今国会で一番やんなきゃいけないことです。国会で一番やんなきゃいけないことなのに国会議員が知らないんです。自民党の国会議員も知らないんです。議論しようともしない。もうおそらくね、こういうことを議論しようと言えるのは参政党しかいない、神谷議員しか言えない。しかしたった一人しかいないから国会審議にならないんです。で、この問題は多くの人が、世界中が気づいている YouTube で言えない問題も、4年間の問題もそうです。知らないんですよ。で、多くの国民が気がついている、世界中が気がついている、訴訟がたくさん起こっている、世界中でいろんなチャンネルがあるから。アメリカでは保守系のチャンネルもあります。そして国会議員の上院議員の半分が反対している。そして毎日のようにこういう審議が行われている。でも日本は、いやー、政府が言ってる、まあ、テレビが言ってる、だから問題ないということで進んできました。まあね、この問題は別にね、あの問題に限られませんので番しないでくださいね。なんでこういうこと言っちゃいけないんでしょうね。おかしいですね、っていうことを世界中は気がついてきてるんですよ。なんで気がついたのが7月の話しました。7月8日の話しました。次は7月9日の話。2年前の7月9日、芝公園に1万人以上の人が集まりました。ぜひこれで記念すべき日だったんです。
日本の国民の DNA が目覚めた瞬間だったんです。これは自分の国が大切だということを正論を言う政党がようやく出てきたということで集まった方々が1万人以上いたんです。でこの日はね、私歴史に残る日だと私は思っています。この日を絶やしてはいけないんです。この日を育てなければいけない。そして集まった方々の多くはやっぱり気がついていた人たちです。アメリカでは気づいている人たちが人口の半分ぐらいいるんです。だからトランプの方が支持率が高い。34の罪で全部有罪の評定が出たって、かえって人気が上がっている。寄付金は史上最高になって集まっている。起訴されるたんびにトランプの支持率が上がっている。これはなぜか。アメリカのメディアも、あるいは今のバイデン民主党も、バイデンさんがああやって無様な姿を示したのも操り人形だからです。大きな勢力に使われている。それによって司法も民主主義も破壊されていることをアメリカの国民が知ってるからです。そしてヨーロッパでも議会選挙の結果はそうでしたね。今ね、ちょうど7月7日にフランスの議会選挙の最終結論が出るんでしょう。第1回目の投票ではやはり極右と言われる政党が圧倒的に多数でしたね。ドイツでもヨーロッパ議会選挙そうでした。イタリアではもう総理大臣を出している。そういう流れがヨーロッパやアメリカではもう主流になっている。日本だけちょっとねワンテンポ遅れてる。でもワンテンポ遅れてるものをずっと遅れたままにしていたら日本の国が本当の植民地になってしまう。だからこそね、このテンポをもう少し早めて多くの国民に気がついていただくということを少しでも早くやらないと間に合わないという思いで今ね、私はこうやってお話をしてるんです。でもそんなこと言ったってね、参政党が政権取ったら私たちの生活は良くなるのとおっしゃる方もいるかもしれません。だから私はあえて申し上げたい。日本の国が植民地になったのを私が気がついた場所が大蔵省だったということ、ここがポイントなんですよ。私たちの大切な貯蓄が誰が運用しているか、外国ですよ。外国資本が運用しています。こういうふうに構造を変えられた。これが構造改革だったんです。日米構造協議やりました。私も戦いました。完全に、ね、内政干渉めちゃくちゃされました。悔しい思いしました。そうやって日本を買収しやすい国、日本人が稼ぎ出した貯蓄をアメリカが運用しやすい国にしたのがあの一連の改革だったんです、ね、そして行き着いた先が何か。株式が最高値、私たちの賃金はどうですか。株式が最高値になっても私たちの賃金は25ヶ月連続でマイナスです。そして今回の株式の最高値はバブルの時の最高値と根本的に違う。バブルの時の最高値は日本の力で導き出された最高値でありました。今回の最高値は何でしょう。外国の投資家の方が比率が圧倒的に高いんです。海外の力で上がったんですね。円安になった。これは何を意味してるか。いや別にね、アベノミクスが悪かったんじゃないんです。金利が低いからだけじゃない。この三十数年間において日本が今海外とつながっているところが伸びて国内がダメになっているということがもろに出てきたのが円安ということなんですね。例えば原発を福島の後止めてしまった。石油や石炭やそういった化石燃料の輸入が増えて日本は貿易黒字国ではなくなりました。私も横浜市内の小学校の時から日本は加工貿易の国だと教わってきました。日本は貿易黒字の国でありました。黒字がけしからんと言って叩かれた時代が花でありました。今は黒字国ではありません。貿易黒字ではありません。今は投資した収益で食べてるんですね。そしてサービスの面を見てみましょう。日本はデジタル基盤の整備が遅れました。独自のデジタル基盤がないからプラットフォーマー、海外のプラットフォーマーによって言論まで弾されるようになってる。何をするにしても IT を使ったら最終的にはアメリカのガーファか中国のプラットフォーマーに照らせを取られる。
結果としてデジタル赤字が5兆円という国になりました。つまり日本が自分の国の国家基盤を整えることを怠っていたがために、それを見透かされて円安になっているんですね。じゃあどうしたらいいかという具体的なプランがちゃんとこの参政党にはあるんです。一昨年の参議院選挙の時にもちゃんと書かれています。松田プランって書いてあります。デジタル円を使った松田プラン書いてあります。難しいと言われるからなかなか普及しない。この間ある大臣経験者に、ね、松田プランを教えてくれと言われてじっくり教えたけれども、やっぱり分かんなかったみたいですね。でも分かった人がいたんです。誰でしょう。先ほど言った7月8日のあの事件で亡くなった方なんです。あの方はある方から松田プランを聞いた途端にこれは乗れるとおっしゃった。もともと私も予算委員会で安倍さんとはしょっちゅうやり取りしてました。だから私のことをよく覚えていらっしゃいました。でこれだったらできると言った。そしてなんでじゃあ安倍さんはそう言ったのか。今の財政の仕組みだったら積極財政ができないからです。いくらね減税しろとかね消費税をなくせと言ったってできないんです。安倍さんだってやりたかった。安倍さんは消費税上げたくなかった。あの人の本音はねとにかく積極財政、ものすごい積極財政派だった。だけど消費税を上げざるを得なかった。なぜかというと財政の仕組みがそうなってないからです。それは総理大臣やったら分かる。そのとっても悔しい思いをしたんですね。その安倍さんが実はデジタルのことも研究をされていたらしいんです。だから松田プランもすぐご理解されたという話を後で最近聞きました。側近だった方から。だからね、参政党こそ国内にお金を回すための積極財政ができる具体的な仕組みを持った画期的な政党なんです。画期的な政党だと私は自信を持っていたい。なぜなら私が何十年も大蔵省財務省で財政のことを考えてきました。これだけ世界最大の国債発行残高 GDP 比でね、あるいは財政赤字の国でそれでもね世界最大の債権国になってる。この組み合わせをねどうするか。世界最大の債権国になって世界中にマネーを出してるなら、そのマネーを日本で回転させるためには国債を減らしていく道筋を作るしかないんです。デジタル円で日銀が持ってる国債を満期が来たら返済していくだけでいいんです。それを国民がスマホで使えるお金にすればいい。しかし別に全員が使う必要はない。便利だと思った人だけが使えばいい。でそれだけで借金が減っていくんです。借金が減っていくんだったら積極財政ができる、そういう基盤や仕組みができる、こういう提案をしている政党を他に探してみてください。ないでしょう。もしかしたら自民党が一生懸命勉強してですよ、同じようなことを言う人が出てくるかもしれない。だけど彼らは、ね、いくら勉強しても分かんないと思います。松田がいないから自民党には。でも参政党には私がおります。だから実現できるんです。財務省と組んでやります。これでだって財務省だってこれしかないって分かりますよ、優秀な連中ですから。で私が何を言いたいか、参政党は単にね石原慎太郎さんが昔から言っていた日本の自立とかね、アメリカにノーと言えるとか、そういうことを言ってるだけの政党じゃないんです。現実に国民を豊かにする政策を持った本格的な政策政党であるということをね、これを私が昔辛い思いをしてここで街頭演説したこの場所で言いたくて今日は演説をさせていただきました。どうもありがとうございました。松田さん、ありがとうございました。それではこれより神奈川県第2区国政改革委員の平本さんから松田さんへの質問タイムを設けたいと思います。5分ほどでよろしくお願いします。はい、先生今日はありがとうございました。拙い質問なんですが、今その食料自給ということを考えたときに今後 その産業構造というのも変わっていくのかなと思っています。で第一次産業に従事する方々がもっとその経済的に豊かになるような、そういった方向性が必要なのかなと思うんですが、その中で松田プランとの絡みでどのような展望が終わりかなということを伺いたく思いました。よろしくお願いいたします。はい、
これは知られてないことですが、日本は先進国の中でも最も農業が保護されていない国なんです。これは財務省が悪いんですね。昔食料管理制度ってあったんです。生産者米価高く買って消費者に売る、この差額は国が補填する、何兆円もの金食い虫だ。これね、大蔵省でも頭を悩ましていた。で、食管制度財政の観点から廃止したんです。でも他の国はね、大体同じような仕組みがちゃんとあるんです。他の国は財政を使って食料こそ国家の基盤であると言ってめちゃくちゃ保護してるんですよ。日本が一番食料保護してない。で、もう一回日本を財政で保護する、食料を財政で保護するということをやる財源、マツダプランでいくらでも出てきます。国を守るためにお金を生み出していく、当たり前のことじゃないですか。政府の役割そのものです。そして私たちが掲げている日本食を中心とした食生活に戻していこうということだけで、食料自給率は抜本的に上がっていきます。そういった総合的な食料政策を実施してできるのも松田プランのある参政党であるということを強調しておきたいと思います。ありがとうございます。